使いは絶対に覚えよう。必須コンボを3つ紹介します。サンブレイクの強力なモンスターを討伐するのにめちゃくちゃ時間かかるんだよなって方多いんじゃないでしょうか。それはより効率的に火力を出せるコンボを使ってない可能性があります。普段モンスターと戦っているときは一矢火星の構えを使ったカウンター型の戦い方や混合タミギリア月光山のアーマー型の戦い方など、あなたのプレイスタイルに合わせて自由に戦ってもらっていいんですが、モンスターがダウンしているときは原則このコンボを使った方が火力が出せるっていうコンボが存在しています。なので本動画を最後まで視聴してダウン時に使うべき必須コンボを3つマスターすれば強力なモンスターが相手でもスムーズに討伐できると思います。ちなみに当チャンネルはライズで100本以上の体験の攻略動画を投稿してきた体験特化型チャンネルで、これからもガンガン体験のお役立ち動画を発信していくので、体験が好きな方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それでは今回は必須コンボ参戦と実践の順に解説していきます。今回のコンボはモンスターが隙があるときに、つまりダウン時や拘束時を想定しています。拘束は罠を使ったりボムガスガエル、眠りガスガエル、スタン、あるいはお供の状態異常、猫式激流走、双竜大技やモンスターのダウン条件を満たすなど、サンブレイクでは比較的簡単にモンスターを拘束ができるので、その際に使用するコンボを3つ紹介します。ダウン時が原則一番のダメージソースになるので、ここさえうまくやってやれば他の立ち回りが多少悪くても早く討伐できます。それでは必須コンボ、まずは1つ目、一矢火星の構えを使ったコタル新ためです。もうこれは絶対に覚えてください。体験使いであれば何があっても覚えるべきコンボです。このコンボをおすすめする理由はとてつもないくらい火力が出るからです。まずはご覧ください。コタル爆弾、その場でため切り、一矢火星の構え5156、驚異のダメージです。なんでこんなにダメージが出るんだって話ですが、まず新ため切り競技のモーション値は286で、全14武器種ナンバーワンの破壊力を持つモーションで、さらに体験にはため段階に応じて切れ味補正っていうのがかかって、ためマックスだと 1.3 倍かかります。さらに一矢火星の構えの後には 1.35 倍の補正がかかり、さらにジャストガード時に攻めの姿勢 1.15 倍までかかる始末です。すると実質モーション値は577となり、ただでさえ最強だった新ため切りが2倍以上もパワーアップしているわけです。故に絶対覚えてほしいコンボになります。たまにコタル新ため難しいっていう声を聞きますが、めちゃめちゃ簡単です。できない方は何かやり方を間違えているか、何か勘違いしている可能性が高いです。コタル新ためをするための入れ替え技は、ため切り連携、一矢火星の構え、新ため切りです。チャンスの時は早替えで変更しておきましょう。また強化の音をすると20秒間火力が 1.1 倍になるので、使う時間がありそうなら使っておきましょう。そしてコタル新ためをやる上で覚えることはたったの3つだけです。まずは1つ目、コタル爆弾を置きます。これは簡単ですよね。ショートカットからでも OK です。次に2つ目、何もスティックを倒さずに X 長押しで縦切りをためます。大事なことなのでもう1回言います。何もスティックを倒さずに X 長押しで縦切りをためます。前にスティックを倒しながら縦切りを貯めると若干前に出てしまうので、コタル爆弾がハンターの後ろから爆発して失敗してしまいます。一矢火星の構えは前方しかガード判定がないからです。スティックを倒さずにその場で離すと若干後退してくれるので、正面からコタル爆弾の爆風を受けれます。次に3つ目、縦切りを貯め出したら ZL を連打してください。すると一矢火星の構えを出せます。厳密には溜め中は ZL を押して離したら繰り出せるんですが、別に ZL を連打してやっても同じことです。コタル新ためができないなと思っている方はこの3つのステップを別々に練習してみてください。それではこの3つを組み合わせると、コタル爆弾、その場でため切り、一矢火星の構えの3ステップで無事成功しましたね。簡単にこれができるようになったら、一矢火星の構えの発動を若干遅らせてみましょう。なぜなら少し遅らせないと攻めの姿勢が発動しないからです。これでバッチリ発動してますね。5156ダメージ出てます。特にモンスターが寝ている時は2撃目を当てれば威力は2倍になりますし、
総龍時もオプションで攻撃して乗らないようにしておけば大ダメージを与えつつ総龍を解除できるので、必ずコタルシンタメを使うようにしましょう。ただし最後に大事な注意喚起をしておきます。マルチではハンターが密集しているところでこのコンボを使わないでください。コタル爆弾によって他のハンターをぶっ飛ばしてしまいます。詳しくはこちらの動画をご覧ください。それでは2つ目のコンボです。ここからはコタルは使いません。コタル爆弾を置けない時とか置く時間がない時に使ってみてください。 X 縦切り、強ため中に A でタックル、そして新ため切りです。モンスターが近くにいてなおかつ時間がない時なんかに使えます。火力も十分出てますよね。スタンチを貯めれることも魅力です。それでは3つ目のコンボ、回避 X でタックル、強ため中に A でタックル、そして新ため切りです。こちらはモンスターと距離を詰めつつ新ため切りを当てれます。回避の後は X でタックル、そして剣を貯めた後は A でタックルと覚えてください。もし納刀中にこのコンボを使いたいときは ZR でガードをして抜刀してから回避をすれば OK です。速やかにボタンを入力すればまるでガード抜刀しながら回避をしているようにも見えます。このコンボを自然に使っている人を見ると体験長く使ってるんだなって思います。2つ目のコンボと3つ目のコンボに共通しますが、もし時間に余裕があれば強ため切りも当てるようにしてみてください。最後に火力の比較表を貼っておきます。この火力表を見る限り龍切りや月光座をメインに戦っている方は特に1つ目のコンボのコタル新ためは必須ですね。一方でため切り連携、混合ため切り、新ため切りをメインに戦っている方は集中の数や攻めの姿勢の数次第で2つ目や3つ目のコンボも場合によっては火力が出ることも分かりますね。コタル新ためは切れ味を2つしか消費しないのもメリットです。それでは実践です。普段の立ち回りは抜刀体験で、ダウン中はこれらのコンボを駆使してガランゴルムを討伐してみます。それではガランゴルム戦っていきましょう。強化ノートを押してかきり虫を拾ってバフを巻いてやって抜刀攻撃で戦闘スタートです。原則動き回ってるときは抜刀縦切りを主体に戦っていきます。ここは皆さんのお好みのスタイルで OK です。こういう大きく振りかぶった後は後隙がでかいことが多いのでしっかりとためマックスを放っていきます。でできるだけ攻撃はためるようにしてください。抜刀縦切りはためなしとためマックスでは威力は3倍ぐらい違います。ただ隙がない時に無理に溜めても仕方がないので、そういう時は溜めなしで放っていきます。一定ダメージを与えたので怒り状態に移行して腕に両属性をまといました。この状態になると腕に一定ダメージを与えると確定ダウンが取れるので一矢火星を装備している青の種に切り替えて罠を張って拘束してやります。そして泥玉転がしを投げて肉質を軟化させてコタル新タメを使っていきます。こういう罠はめをしているような高速状態の時にコタル新タメで攻撃をしていきます。腕へのダメージが足りたようなので確定ダウンが起こりました。なので一番柔らかい頭に対してコタル新タメを放っていきます。そうすると双竜ひるみになったので頭にコタル新タメを当てていくんですが、ここはオプションで攻撃中は双竜しないようにしています。モンスターがまた動き出しそうになったら早替えを使って抜刀体験スタイルに戻します。基本的にモンハンの狩りは単性になっているのでモンスターの動きをよく見て後隙に対して抜刀斬りをお見舞いしてみましょう。モンスターへのダメージが十分達していたのでまた怒り状態になって腕に両属性をまといました。なのでまた腕に攻撃すれば確定ダウンが取れるというわけです。モンスターが攻撃してくれるときは原則回避に集中しましょう。そして隙があったら抜刀タイムマックスをお見舞いしてやります。強化納刀はモンスターと距離を置きつつ火力を20秒間 1.1 倍できるので攻撃が終わったら積極的に使っていきましょう。避けるのが難しそうな攻撃は緊急回避を使って回避しましょう。ここで縦切り、タックル、2つ目のコンボの省略パターンですね。攻撃が避けれそうにないときは混合ため切りをガード代わりに使うのも有効だと思います。ラングロトラ乱入してきましたね。モンスターの双竜を技で確定ダウンが取れるので一矢火星の構えが装備されている青の書に変更しておきます。
ガランゴルムに攻撃をされて双竜状態になりましたね。そして双竜大技を使ってダウンをさせていきます。古竜は罠はめができませんが、双竜大技による確定ダウンは有効です。それでは蛍神殿を使っていくので、強化ノートをして火力を上げて、属性をまとっている部分に対して新ため切りを放っていきます。これでまた確定ダウンが起きましたね。なのですかさず蛍神ためを当てていきます。基本的にはどんなモンスターもこのスタイルで戦うことができると思います。まだ隙があったので3つ目のコンボですね、回避をしてタックル強タミギです。基本的にはこの繰り返しですね。モンスターへのダメージが足りていたので、また怒り状態になって両属性を腕にまとい始めました。そうするとお供が眠らせてくれました。チャンスですね。この間に刀を研いで一子火星に変えて、強化ノートで火力を 1.1 倍にして、蛍神為逃げ決めを属性をまとってる腕に当てていきます。3952、めちゃくちゃいいダメージ出ましたね。抜刀体験の構成でもここまで火力が出ます。はい、いかがだったでしょうか。抜刀体験スタイルでもダウン時に今回紹介したコンボを使ってしまえば5分くらいで狩猟が可能です。まだ操作になれない方もこちらの狩りを参考に必須コンボ練習してみてください。それでは今回はこれで終わります。バイバーイ。